西木座は青森県旧八戸町にかつて存在した劇場である。西木座は大正5年11月24日、西村木助により八戸町24日町に建設された。総工費は当時の金額で約2万円ほどであったとされる。ルネッサンス式の建物で会場時には地元市に東北一の規模を誇る大劇場と報じられ、 歌舞伎役者の講演などが行われていた。会場式にあたってのコケラ落としは中村吉右衛門一座により行われている。大正13年の八戸大化により消失したが、大正15年に3階建ての劇場に再建された。その後映画館としての役割が強くなり、昭和17年に西村木助が死去するまで存続した。その後建物は東方映画館として活用され、 昭和48年に老朽化で取り壊されるまで存在した。現在、跡地には、八の第一生命ビルが建っている。西木座の設備は、以下の通り。新編八の市近現代資料編に八の市 2008115P 奥南新報大正5年11月28日、電気のあるいい話。なし、旧下森り発電所エネルギー情報資原子力だより、 AE 第117号、青森県庁、2013年12月、7ページ、2018年7月17日、閲覧。ありがとうございます。